はい、ということでね、今回はミニプールを作る方法を紹介していきます。まずこのちょっと白っぽいこの木のブロックをこのように置いてください。次は葉っぱをこのように3段積み上げて、こういう感じにし、あ、ちょっと低いな、こういう感じにしてください。そして柵をこういう風につなげる前に、頭皮のブロックをこのように置いてこうしてください。そしたら次は水を増やして、ここから1,2,3,4,5 6マス離れるようにしてください。そしたら隣を邪魔なんで削ります。このように掘ってください。そしてもう一つ深く掘ってください。そしたら周りをこのブロックにしてください。このようにしてくれたら OK です。そしたらこうしてください。よし、これで OK です。あとは水バケツで水を流し込んで、よいしょよいしょ、これで OK です。そしたら一応このように増やして、ここに広げて、このようにしてみてください。そしたらここに2段して、このようにして、もう2マス高くして、このようにしてください。そしたら一旦ここをこうして、よし、一旦ここまでです。今ちょっとね、部屋のドアを閉めました。ということで1段下げてこう、そしてもう1回下げて、このようにして、ちょっと雨降ってきちゃった。そしてこうして待って、びっくりするんですよね、マイクラフトの雷。このようにしてもらって、こうして、そして
ここにハーフブロックをこんなように置いてください。これでウォータースライダー完成です。そしたらこう1マス開けてここにこう置いてください。この木のブロックが1,2,3,4 マス目のところに置いてください。そしたらここに葉っぱを2個置いてください。針にします。そして最後にこの雪ブロックをここ3回クリックして、こっちもこれで完成です。この動画がいいと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価絶対よろしくお願いします。バイバーイ。